午後9時23分ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.5 の地震があり、茨城県小美玉市で震度5弱を観測したほか、神奈川や埼玉など関東地方の広い範囲で震度4を観測しました。茨城県つくば市消防本部によると、この地震で小学3年生の男の子が地震で驚き、家の2段ベッドから飛び降りた時に転倒し、左肘を骨折しました。震度5弱を観測した小美玉市の消防本部によると、今のところ地震に伴う通報は入っていないということです。この地震で交通に乱れが出ています。 JR 常磐線は上下線とも品川・水戸間で運転を見合わせています。東武野田線は上下線とも大宮・春日部の区間で運転を見合わせていましたが、再開しました。かなり列車揺れ、列車が随分横揺れがありましたね、はい、乗っててどうでした？すごくもう大きいなっていう感じがしましたね、はい、怖かったですね、これ大きいなと思いましたね、はい、